神奈川県横浜市青葉区奈良町。ここに子どもの国という施設があり、さまざまな子どもの遊び場が点在している。そんな子どもの国は戦時中には基地として利用されており、主に砲弾を製造する目的で使われていた。その基地では空襲に備えるための防空壕が作られており、そこでは多くの心霊現象が報告されている。今回正義、たつき、大輝はその防空壕を探索する。3人がそこで感じた恐怖体験とは。ちょっと動かけとった。さあやってまいりました。はい、レイチ巡礼軽く出張じゃないからってこう行けるんだ。今回来ているところがですね、子供の国防空壕。もともとちょっとですね、戦争に備えて防空壕を掘ってた場所らしく、はいはい、もう付近が結構弾薬庫とかそういう跡地がいっぱいあるようなエリアみたいです。へえー、はい、あ、そうなの。口コミが多いような場所であります、怪奇現象。なんで結構やっぱり兵士の方とかいろいろな、まあ、念がある場所かもしれない。まあ、行ってもらうんですが、はい、まあ、行ってもらうんですよね。だからこうなんですよね。出番ここしかないからですね、はい、ちょっとここの通称がゲジ洞窟みたいな感じで呼ばれてるらしく、簡単に言うとゲジゲジがうようよいる。はいはいはい、ということで僕はあの本当に多分日本ランキングトップ10は入ってんじゃないかな。そうだね、入ってぐらい、あの虫嫌いなので僕は本当申し訳ありませんが、ニョッキ含めてタツキ大輝と3人で行っていただきます。これは過去にもあるんですよ。そうだね、はい、本当に目の前まで行っても俺とターボだけちょっとリタイアする、はい、半端なかったもんね。本当にやばいんです。それをもう知ってるんで無理なのもう俺ら了承済みです。そうそう、それはもう大丈夫です、はい、それはもう無理だ無理だ、うん、そういうシンプルな問題で3人ちょっと気をつけて言っていてください。はい、謎にねラジオの音とか聞こえるみたいな、そういう口コミもあります。あんま時代に合わないけど、亡くなった方を沈めたこの慰霊碑とかもあるみたいな、いろいろ検証とかして頑張ってください。はい、わ、はい、かりました。気をつけて行ってきてください。はい、左が全部そうなんだ。そうやね、でっかいね。これ上続きそう。なんかあるよ。あー、慰霊碑って書いてあるわ。これ慰霊碑。あー、これか、これやね、慰霊碑。ちゃんと、うん、お供え物もしちゃって、うん、6つの御霊に。じゃあもうこの中なんだね、うん、この中にあるってことだよね。うん、進んでみましょうか。はい、もう普通に道路なんだよな。そう、もう本当に開けてる。待って待って、これだわ。これや、これ絶対これだ。これ通れんの？あ、でも意外と奥開けてる。本当？そこだけ？うん。こんななんだ。もう本当になんかこう上崖になってて、崖だよね。で、こんなとこにある。すげえ分かりづらい。狭すぎる。やばい。あ、でも全然いける。俺でも行ける？うん、行ける。かなり広いよ。ね、広いよね。進みよう。うん？え、持ってこいしたよ。やばくなかった今の？今めちゃめちゃこいしたよね。今やばかった、今やばかった。女の人だよね。うん。結構真後ろから聞こえた。うん、真後ろ、マジで真後ろ。え、もう聞こなかった？いや、聞こなかったっす。俺らで聞こえて、ニョッキが聞こえてないわけがないんだよ。そう、でもなんか外っぽくもなかったんだよ今。え、がっつり女の人だったよね。うん、なんかびっくりしてるような女の声。うん、いきなり二手に分かれてる。本当だ。うん、二方向。一分ぐらい二手に分かれる。そうだよね。ちょっとなんかどっち進んでいいか分かんないもんね、うん、このままだと。俺一人であっちまっすぐ行ってみるから。じゃあ俺こっち行く。ちょっとニョッキと大輝行ってみて。あ、オッケー、了解。でも1分ぐらい経ったらもう戻ってこよう。うん、じゃあもう2分後集合みたいな感じで。オッケー。うわ、めっちゃ続いてるわ。うわ、すごっ。ん？あ、こっちはあの大輝たちが行く道だ。
もしかしたら並行してまた足音する。大慶、お前らの正面足音する。え、待って待って、なんかいるかも。ちょっと待って、なんかいるかも。獣みたいな声したぞ。やばいかもな。行かない方がいいかな。結構でかい。なんか威嚇みたいな。あれでも、あ、ちょっと待って、行き止まりかも。え、なわけないよ、絶対奥から聞こえた今。あ、行き止まりじゃないわ。うん、え、違う、お前らの方続いてるわ。嘘。え、ちっちゃい、意外と。ちっちゃいんだ意外と。うん、え、ちょっと待って、何じゃ今の獣の声。ちょ待って、さっきの道と繋がるわ。ほら、え、違う外出た。違う出口ってことだよね。うん、で、こっちはさっき俺らのさっきあそこ、うん、二手だっつった場所、うん、はいはいはい。だから結構、え、こんな狭い防空壕ある。一応一回出てみるか。うん、あー、出口だけどこっちからはもう入れないわ。看板があって、テナント募集みたいなやつの。はいはいはい、こっちから出れないわ。狭くて、うん、みんなで行動しても分かりづらいんで、僕らの足音とかで。さすが一人で検証したいと思います。はい、まあ一人タイム大輝かな。暗闇、そうだね、まあ暗闇なり何なり何なり、もう何でもいいですけど、それで検証を実際してみたいと思います。はい、わかりました。はい、はい、ということで一人タイムやっていきたいと思います。それでは行きます。最初は黙っておきます。なんか一気にドンって静かになった。誰かいますか。あ、激しいぞ。うっ、ドンっていった。やばいやばいやばい、やばいやばいやばい、マジやばい。めっちゃ人の気配する。そこに誰かいます？なんかひよ。え、黒影が俺の方見てた。ひょいって出してこっからこっから。もういるわけないよな。え、何今の。俺が見えた影のところでスピリットボックスやります。勝ち取った、勝ち取った。そこに誰かいます。待て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 、今女の人声で何っつった。何って言いました。待って、うんって言ってる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 。え、待って、これマジ怖い、本当に怖い。ちょっと待って、本当出るわ。いや、ガチキス。喋ってる喋ってる。タツキ、怖すぎて無理だった。本当にガチでもう大逃げした後の、何があった。足音がちょこちょこ聞こえてたのね。後ろからめっちゃ気配がしたのね。
でパッて1回目見た時は何もなかったんだけど、2回目振り向いた時に影がひょって覗いてる気がしたの、一人タイム中にうわってなって、でそこにカメラ当てて、ただけどまあもちろん誰もいないと。でなんか俺その瞬間嫌な感じがして、誰かいますかって聞いたの。そしたら女の人が何って、もうマブでマブで本当に超聞こえる声で入ってる、入ってると思う、だから絶対聞こえたもん、直接聞こえた、直接確認してみます、しようよ、もう録画しっぱなしだもん、そういやそのまま来たんだもん、相当焦ってるということで、我々はですねこれから映像確認に入りますので、これだけもうちょっとヤバそうなわけなんで、たつきさんラスト一人で行ってもらいたいと思います。ちょっと一個いいですか、ゲジゲジいませんでしたよ、いや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 、あれ行ってないですよねあなた、いや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 、一緒に行きますか、じゃあ、あい一緒に行く、うん、ゲジゲジいるかもしんないんで、一緒に行ってちょっとどっちかヤバそうな方一人で奥の方とかで、ね、残ろうか、やりましょうか、はい、わかりました、ちょっと僕ら行ってくるんで確認しといてください、わかりました正義、はい、それ右なのよ、えこれそれ嘘でしょ、そんなとこにあんのよ、嘘でしょ、そう無理よこれ、普通に路上にあんのよ、臭い臭い、マジでしない、中で別に全然臭い、女の人こうしてる、したもうしてる、もうしてる、やっぱいるな、なんかね入り口付近から女の人の声すんのよ、超臭くて、マジで一周一周嗅いだことないんだけど、一周ってこんな匂いなんじゃないかなみたいな匂い、ああもう予想でたと、乾燥した、うん、ちょするするマジか、ちなみに中は全然臭くないよ、ここ臭いよ、なんか通ったんじゃない、霊って匂いあるって言うじゃん、ありがとうございました、はい、裏ではヤバかった方一人で入ろうって話だったんです実は、それは無理だ、じゃあとりあえず一緒に入ろうか、マジか、雰囲気はなんか嫌な気するんだよね、くっせ、ほらもうやばいって、え、俺土の匂いしかしないんだけど、ほんとやばい、やばいって吐きそうだよ俺、マジで、うん、いやもう多分俺らと感覚違うわ、正義マジで、もう進めない俺、マジ出ちゃって、気持ち悪い、やばい、あ、ほらやめとこう、もうすぐ戻ろう、じゃあちょっと戻ろう、戻ろう、戻るのもきついぐらい、ここやばい気がする、定期的になんかそういう、うん、匂いがなんかもう襲ってくるっていうか、ラスト奥でじゃあたつきちょっと、うん、3分だけやってみてくれ、わかった、ちょっとでも気をつけて、うん、わかった、 俺全然最初あんなテンションだったけどもこの通りで侮れないと、うん、わかった、本当に聞こえたんだよ、俺の焦りは半歩じゃなかった、いやだからマジでめっちゃ汗かいてるっすもんね、ここが最深部、ちょうど三方向交わるところです、一瞬このまま暗闇にしてみます、じゃあライト消します、はい、今ライトを消して真っ暗な状態です、はい、もう何もついてないです今、ちょっと一旦黙りますね、ちなみにまだここ来ても匂いは特に変わってないですね、てかなんなら無臭になったな、土の匂いすらしない、やばい、ドンとはなった今、防空壕でありえんのかな、ドンって音、上崖なんですけどね、
やっば、やっ、完全に男のうなり声。結構するな音。ちょっと一周してみますね。気のせいか。なんか言ったまた。これなんか言ってんだよな、やっぱり。ちょ、ライトつけました。ちょ、ライトつけて一周しますね。なんか背景がい、なんか嫌な感じすんだよ。やばっ、今度高めのうなり声した。回しますね。はい、ということで、まあ一人でだいぶ時間経ったんで戻って合流したいと思います。ちょっと激しいぞ。うやばい、ドンとは鳴った今。声止まんねえな。すごいよね。めっちゃ聞こえるわ。がっつり。がっつり。てかね、うなり声がずっとする。この場所知ってるからかもしんないけど。絶対やばいよね。やばい。絶対何かはいる。間違いなくいる。俺も基本的に女性だった。女性はやっぱ多いね。確かに比率的には多い。大輝の方は一応おさらいしてもらったんだけど、声は入ってなかったらしいです。まあ、確認した感じだと。足するぐらいだからね。これやばい。相当あそこを這い上がったってことだよね。怖すぎて。ということで、じゃあ子供の国防空壕、はい、レートお願いします。レートは S ですかね。 S です。なんならもう SS にちょっと近いと思う。あの規模感。あ、もうそのレベルなの。聞こえ方エグい。俺もちょっと初めてだね。なんか匂いが移動してる感じがあったの、うん、ということで、皆さん夏はまだまだ終わらないということで、ゾッとして楽しんでいってください。はい、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。それでは、暴走族に負けない声でいきましょう。はい、バイビー。バイビー。このどこかのトイレでシッがあったってことでしょ。あれちゃう。うわっ、絶対あれ。なんでここに鏡あんの。いやー、これちょっと不気味だね。歩いてる。ここら辺周りも写真撮ってみようか。そうだな。ん、なんか映ってる。なにこれ。ちょっと待って、到底一人で行ける感じじゃないよ。マジ？あ、マジで？ここに初めて来たんですけど、何があったか教えてくれませんか。ほら、絶対言ってるわ。僕のこと呼びましたか。